バルカンヘビ型トカゲは、アシナシトカゲかアシナシトカゲ属に分類されるトカゲ。別名は、ヨーロッパアシナシトカゲ、ヨーロッパヘビトカゲ。バルカン半島から、カスピー海までの西アジア最大全長120センチメートルで、アシナシトカゲか最大種。ヘビ型トカゲの名前の通りししは大化し、講子の痕跡が相配泄口付近に見られるのみとなっている。 しかしまぶたや時効があることや王子切れすることでヘビとは区別できる。体の下側の鱗がこが状に折りたたまれており、獲物を食べた際には膨らんで伸びるようになっている。乾燥した草原や森林、いわば工作地等に生息する。外敵に襲われると王子切れして逃げる。食性は動物食で昆虫類、節足動物、陸生の海類、 ミミズ、カエル、鳥類の卵やヒナ、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は男性で1回に6から10個の卵を湿った地面に産む。本種はペットとして飼育されることもあり、流通量が多いわけではないが日本にも輸入されている。寿命は長く50年以上の飼育記録がある。丈夫で植生の幅が広く飼育しやすいとされるが、ヘビに比べると、 体が硬いため大型のケージが必要になる。また不活発そうな外見とは裏腹に尻尾で体を支えて垂直に立ち上がり、長い体を活かして、かなりの段差も乗り越えるため頑丈な蓋も必須である。ありがとうございます。